こんにちは。今日、悪人が裁かれました。ニュース女子という極悪テレビ番組。犯人は DHC 及び長谷川幸寛です。勝利が確定した新須賀さんの会見を見ましょう。早きにわたり本当にありがとうございました。この裁判は、勝たなければいけない裁判でした。で、負けてはいけない裁判でした。で、勝って勝って勝ち続けて、ここに来ました。で、もちろん、途中で何度もくじけそうになりました、正直に。でも、それをずっと支えてもらって、そして日本の司法で勝ち続けたことは、大きな一歩であると私は思っています。で、同時に、この裁判をやるきっかけになったことは、この番組の無謀さです。本当にひどい番組でした。何から何まで嘘でした。そして、その人生をかけて、自分たちの時間を費やして、戦争は嫌だと言って、声を上げている人たちをみんなで笑って愚弄した番組です。で、それに対する、裁判は残念ながらできませんでした。なぜならば原告資格が名指しされた私にしかなかったからでした。でもこれは本来は沖縄差別であり、沖縄に対するレイシズムであり、そしてその沖縄の平和運動を叩くために私の出自を利用して、そしてデマを流したという幾重にも悪質な番組です。でこれが最近まで流されていました。ということは、そのインターネット時代というのは、裁判で勝ったから終わるわけではなく、社会の隅々にまでその情報は行き渡りました。でそして、FX テレビをはじめとして、私は裁判で勝ち、MX テレビは私に謝罪もしました。だけども本来 MX が謝罪しなければならないのは私だけではなかったで、その意味でこの裁判は私の名誉毀損裁判でしか戦うことができなかったということはとても残念なことだと思います。ただそれを勝ち抜くということもとても大変なことだったので、本当に改めて支えてくれた多くの方々、それから忘れずに報道し続けてくれた方々に感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。皆さん、DHC および長谷川幸寛、MX テレビ、そしてネトウヨたち、徹底的に罵倒しましょう。どんなに罵倒しても足りませんが。